580億円相当の仮想通貨ネムが流出した問題で、金融庁は先ほど不正アクセスを受けたコインチェック本社の立ち入り検査に入りました。現在7時51分、金融庁の職員と見られる人たちがコインチェック所に入っていきます。金融庁は午前8時前、コインチェック本社に立ち入り検査に入りました。先月29日、コインチェックから580億円相当の仮想通貨が流出したことを受け、金融庁は同社に業務改善命令を出していますが、いまだに発生した原因や補償のための財源など説明が不十分なため、直接管理状況を調べる予定です。